アンギラスの頭部を作る都市密帝造都市密帝造は、東方所属の怪獣造形科、特撮美術スタッフ、彫刻家大分県出身。高校卒業後、大阪の美術学校に入学。この美術学校を卒業後、東京へ移る。1942年、津村屋栄治の招きで、東方映画、ハワイマレー沖海戦のミニチュア制作に参加。 1945年、日本敗戦。戦後、川尻康氏の人形制作に参加。田中智之や木村武志らと共に、大阪共同劇団で演劇活動を行う。1948年、東方を辞めたつぶら屋が自宅内に、ぶら屋特殊技術研究所を設立。これに参加。1954年、ゴジラ制作のため。 つぶらやに招かれ、東方撮影所に入所。ゴジラの年度原型から始め、日本初の映画怪獣、ゴジラのぬいぐるみ制作を行う。以後、特撮映画の怪獣専門の造形チーフを担当する。1971年、東方特殊技術家の廃止に伴い東方撮影を退社。フリーとなり、以後テレビ作品などに参加。 ゴジラの年度原型を作る都市密定造1954年のゴジラでは当時小田急の小前に住んでいたが電車の中でつぶら屋に偶然会いそれから1ヶ月後にすぐ来てほしいとの電報を受けゴジラ制作に参加することとなったというつぶら屋とは戦時中のハワイマレー沖海戦で組んだ仲だった翌日から撮影所に缶詰になり ゴジラの二尺年度原型の製作を行った。この作業は秘密裏に行われ、五六人の関係者にしか知らされなかったという。東方特備課では主に怪獣の頭部造形を担当していた。そのほとんどは、一細部の凹凸まで再現した細めの金網で、または二年度原型を石膏型で抜いたラテックスで、怪獣の頭の芯を作り、三これらの 真にラテックスを染み込ませた綿やウレタン片などを盛り付けていくという近づけと呼ばれる手法で作られた。村瀬継造によれば、都市密は造形にこだわるため完成に1ヶ月以上かかることもあり、胴体が完成していても頭部がない状態のことも多かったという。また、当時アップ用で多用された手踊り式の上半身ギニオールも都市密によって作られていた。 制作に対しては非常に時間をかけじっくり作り込むタイプだったそうで同僚のヤギ兄弟が担当する胴体部分がいつも先行していたという。自家づけ手法で作り込まれた怪獣の顔は微妙な陰影を生んで非常に個性深いものとなった。中島春夫の階層によれば非常にシャイな性格だったという。安丸のブも年光は つぶらや英二が訪ねに来ると隠れていたと証言している。ありがとうございます。